マークロウエル・アンドリーセンは、アメリカ合衆国のソフトウェア開発者、投資家、ウェブブラウザの n c エ s サモザイクやネトスケープ、ナビゲーターを開発した。アイオワ州生まれ、イリノイ大学内の n c エ s サ在籍中に、ウェブブラウザモザイクを開発した。当初は、ユニックスの X 環境でのみ動作するものだったが、すぐに、マッキントッシュや Windows 向けが作られた。しかし、 NCSSA がモザイクの権利を主張したため、アンドリーセンは NCSSA と決別した。1993年、事業家ジム・クラークからメールをもらい、共同でモザイクコミュニケーションズを設立した。そして、モザイクのコード関連の書類を破棄した上で、新たにネットスケープナビゲーターブラウザを開発した。このソフトウェアは当時としては非常に成功し、 1995年には、会社は、株式公開を果たす。この時まだ23歳だったが人よにして、アメリカを代表する富豪となり、レンタカーを借りられる年齢になる前に億万長者になったとも言われた。ところが、その後、マイクロソフトのインターネットエクスプローラーの猛追により、ネットスケープナビゲーターはシェアを徐々に下げ、会社の業績は下がり、 1998年11月24日に会社は AOL に買収されることになる。この時 AOL に移籍し CTO の地位につくが、1999年9月にはその職を辞して AOL を退社する。1999年、ラウドクラウドを設立。ホスティングやウェブサイト管理サービスのアウトソーシングを提供。2001年に IPO を行う。 2002年にホスティング事業を EDS 社に売却してソフトウェアベンダーに事業転換し OpsWare というデータセンターなどの管理ソフトウェアの開発に専念する2003年に OpsWare に社名変更したなお同社は2007年9月に HP26 億ドルで買収されている2005年には任務というプロジェクトを起こすこれは ウェブアプリケーションを簡単に開発できるツールでオープンな開発プロジェクトになっている。2008年6月30日に Facebook の取締役就任が発表された。2009年7月6日にベンチャーキャピタルのアンドリーセン・ホロウィッツを設立する。2009年9月17日に HP の取締役に就任したと発表された。2013年クイーン・エリザベス工学賞受賞。 ありがとうございます。